年収30ワットテレキャスターで追ってサブカルボーイがバンドのたまにヤッホーアルバイトはネクラモード台湾にはエティフルド人見知り宣言で逃げる気かボーイ言うてもちゃお嬢ちゃお金も才能もなまじかあるだけ厄介なやつはいはい長い前髪君誰の信者信者信者勘違いすんなけ嘘はお前だロキロキロロキロキロキロエレクリックギターはどうぞどうぞ先の全てをさあ抜き出してみせろよロキロキロロキロキロさあ日清月歩いい曲書いてる動員増えてる知名度あるけど人気はそんなにないから色々大変ですねはっきり言うなよ匿名アイコンはっきり見せない実写のアイコンいい年こいて知識まだボーイぶっちゃけどんだけ賢くあざとくやったって10年後にメイクは落ちてんだよはいはいえ生き抜くためだ決めろ Take a selfie 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 死ぬんじゃねえぞお互いにねロキロキロロキロキロスペラリラストスタジオに運ばれたスロードコートは足ふわしプレッシャーでいっぱい実は昨日から風に声が出ませんは？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 ギターはどうぞどうぞ先の全てをさあ抜き出してみて